釜石シーウェイブス、釜石シーウェイブス RFC、釜石シーウェイブスラグビーフットボールクラブ、アルファベット表記、釜石シーウェイブス RKC は、岩手県釜石市に拠点を置く、ラグビークラブ。2017から2018シーズンは、ジャパンラグビートップチャレンジリーグに所属する。1959年に設立された富士製鉄、現。 日本製鉄釜石製鉄所の実業団チームを起源とする。実業団時代の1978年から84年にかけて日本選手権7連覇という偉業を達成し、その強さから北の鉄人と呼ばれ、日本ラグビー史に一時代を築いたチームでもある。獲得した全国タイトルは歴代最多の計26回、日本選手権8回、全国社会人、大会9回。 国体9回を誇る。また、7人制でも YC&AC ジャパンセブンズ、優勝1回を誇るなどの戦績を残し、釜石をラグビーの街と広く認識させるに至った。2001年の関東社会人、リーグ一部への降格に前後して、クラブチーム化。以後は、トップイーストリーグトップチャレンジリーグを主戦場としながら、トップリーグ参入を目指している。愛称である、 シーウェイブスは力強く押し寄せる海の波を意味する。本拠地スタジアムは、釜石市球技場、松倉グラウンド。他にも、釜石市住居復興スタジアムや、定期的に北上総合運動公園陸上競技場や森岡南公園球技場でトップイースト公式戦を行われている。非公式目人マスコットキャラクターは、中 P、中林。 1959年、富士製鉄釜石製鉄所の実業団チームである、富士鉄釜石ラグビー部として結成。1962年、全国社会人大会に初めて出場したが、1回戦で大阪府警察に敗れた。1969年、全国社会人大会準決勝で、トヨタ事故に3年連続で敗れたものの日本、選手権初出場を果たした。 日本選手権では、和田井長都氏が率いた日本体育大学に敗れた。1970年、新日本製鉄への社名変更に伴い、チーム名も、新日鉄釜石ラグビー部に変更。同年度に履行と、同点ながら、全国社会人大会初優勝を果たし、また抽選により、日本選手権出場も果たしたが、日本選手権では、 日々の広志が率いた早稲田大学に敗れた。1976年、全国社会人大会決勝で、豊田事項を破り、6年ぶり2回目の優勝を果たすと、日本選手権でも、大東和美が率いた早稲田大学を破り、初優勝を果たした。そして1978年から1984年まで、首相の松尾雄二を筆頭に、道口浩二。 千田道人氏、森重隆、小林秀夫らの主力を要して、全国社会人大会及び、日本選手権にて当時最多の7連覇を達成した、当時中継た NHK には映像が一つも保存されていなかったが、2013年にドモン、土門正雄アナウンサーが84.85年分を、そして千田道人氏が79年から83年分を提供したため、日本選手権決勝は、 映像がすべて揃うこととなった。ちなみに1981年には、釜石市でニュージーランドのクラブチームであるポンソンビーと国際試合が行われて、ポンソンビーが19対13で勝利した。そして8連覇を狙った1985年は、全国社会人大会準決勝で神戸成功に敗れた。1986年は、 全国社会人大会決勝に進出したが、トヨタ自動車に敗れた。1987年は、全国社会人大会予選で、秋田市役所に敗れたため、全国社会人大会に出場できなかった。翌年の1988年より、東日本社会人リーグに参加し、同年度には、東芝府中に次ぐ、準優勝を果たした。しかし1992年を最後に、 全国社会人大会への出場が途切れ、1993年から1999年まで7年連続で入れ替え戦に回るも、すべて勝利して残留を果たしたが、2001年に新設された東日本社会人チャレンジングにて、最終戦で三菱重工相模原に1点差で敗れたことで3位に終わり、東日本社会人リーグから関東社会人リーグ一部へ降格した。 加えて、新日本製鉄のスポーツ事業運営の見直しを図る観点から2001年を最後に、新日鉄釜石ラグビー部としては一旦幕を下ろした。2001年、本拠地の釜石市に密着したクラブチームに生まれ変わり、チーム名称を釜石 C ウェイブス RFC と改めて4月25日に再始動し、監督は前年まで、 新日鉄釜石ラグビー部の監督を務めた橋善光が就任した。なお同年の関東社会人リーグ一部は5勝2敗で A グループ4位に終わった。なおシーズン終了後、桜場義彦は一度現役を引退した。2002年ヘッドコーチに元日本代表の桜場義彦が就任し、ニュージーランド出身で外国人として初めて 日本代表首相を務め引退後東芝府中のヘッドコーチを務めていたアンドリュー・マコーミーを選手として昇平。同年の関東社会人リーグ一部 B グループで7勝負けなしでトップインスト10へ昇格した。なお2002年度で最後の大会となった全国社会人大会には代表決定戦で NEC に敗れたため出場することができなかった。2003年 トップイースト10所年度では、リーグ戦3位に入り、イーストプレーオフにて、三菱重工相模原を破ったことで、トップリーグへの昇格を争うトップチャレンジにと、日本選手権出場、前進の新日釜石ラグビー部時代以来となる19年ぶり、を果たした。ちなみに、日本選手権では3回戦で、春口博士が率いる関東学院大学に敗れた。2004年、 マコーミックは再び現役を引退し、チームのテクニカルコーチに就任した。開幕から3減少するが、その後1勝しか上げることができずに、5位に終わる。2005年、ヘッドコーチである桜場義彦が現役復帰を果たしたが、チームの成績は8位に終わる。シーズン終了後、桜場義彦は再び現役を引退した。2006年、ヘッドコーチに、 チームの OB である、池村昭弘が就任して、オールブラックスのピタ、アラティニが加入し、津島朱一が、チームの首相に就任したが、5勝5敗の6位に終わる。2007年、岩手県、ラグビーフットボール協会と提携して、イーハトーブリーグを設立。釜石 C ウェーブスは、B チームが参加した。なお、7人制日本代表の石川康彦らが加入し、篠原洋介が、 チームの首相に就任したが、順位は前年と同じ6位に終わった。2008年、石川康彦らは退団したものの、元東芝の佐々木隆明や、元山陽電機の馬淵ちまらが加入し、ピタ、アラティニがチームの首相に就任した。なおチームは7勝を挙げて5年ぶりにリーグ戦を勝ち越したが、勝ち点の関係により3年連続の6位に終わる。2009年、 元ワールドの長田強や、スコット・ファーディーラが加入し、チームは開幕戦で勝利するが、その後3連敗して5位で終わる。2010年、元コカ・コーラのニールソン、タケ・レンテンらが加入し、チームは開幕から6連勝を果たすが、その後連敗して4位で終える。2011年、東北地方太平洋沖地震に際して、拠点を置く、岩手県釜石市が壊滅的被害を受ける。 一時チーム関係者全員の安否不明の状態が続いたが、後に選手とその家族全員の無事が確認された。チームとしての活動を一時休止、ボランティア活動などの復興支援に積極的に取り組んだ。5月3日に練習を再開。5月4日にスクラムマイシという復興、チーム再建支援組織を松尾雄二、石山次郎らが中心となって旗揚げした。 また同年には、トップイーストリーグが2部制となり、釜石シーウェーブスは一部に、所属し、ヘッドコーチには、ホッターポールが就任し、佐キ木優が、チームの首相に就任し、元日本代表の吉田翔治が加入する。チームは前年と同じく4位で終わった。2012年、スコット・ファーディーやマブチ・マサルラは退団したものの、元日本代表の伊藤剛志信らが加入。チームは、 リーグ戦で最高位体となる3位で終える。また三浦健博が引退したことで、新日鉄釜石ラグビー部時代からの在籍者がいなく、なった。2013年、元首相のピター・ラキニや吉田昌治らは退団したものの、トンガ代表のジョシュアーフや香港代表の長健像や七人生、ニュージーランド代表のジェームス・カマナラが加入。チームは前年と同じくリーグ戦で最高位体となる3位で、 終える。2014年、ヘッドコーチに、チームの OB である、三浦健博が就任し、須田康夫が、チームの首相に就任して、月健三やニールソン、竹蓮店らは対談したものの、日本代表のヘイデン・ホップグッドやオーストリア代表のサムノートン・ナイトラが加入。また、同年四月には、ホップグッドが、日本代表に選出され、二千一年にクラブチームに、 なって以降、釜石の選手が初めて日本代表に選ばれた。トップイーストリーグでリーグ戦2位に入り、11年ぶりにジャパンラグビートップリーグへの昇格を争うトップチャレンジ2に出場し、大阪府警察、中国電力を相手に2勝0敗でグループ1位で終え、初めてトップチャレンジ1への出場を決めた。トップチャレンジ1では九州電力、 本田ヒートに敗れたが、同じトップイーストリーグの宿敵三菱重工、相模原に勝利するも1勝2敗で4位で終え、久保田とのトップリーグ入れ回戦に回ったが、敗れてトップリーグ昇格はならなかった。2015年、ジョシュアーフやホップグッドやノートンナイトラは対談したものの、日本代表の北川雄二や松原雄二が加入。チームは開幕から、 史上初となる8連勝を果たしたが、最終戦で、三菱重工相模原に敗れて、リーグ戦2年連続2位に入り、トップチャレンジ2への出場が決まった。トップチャレンジ2では、中部電力に勝利したが、九州電力に敗れて1勝1敗で、グループ2位で終わり、トップチャレンジ1への出場はならなかった。2016年、聖ララマプスアや、チーフリョースケラは対談したものの、 韓国代表の元オスや7人制日本代表の中野裕太らが加入。7勝2敗で3位に入り、トップチャレンジへの進出はならなかったが、来シーズンから創設される、トップチャレンジリーグの参入マッチへの出場が決まった。なおトップチャレンジリーグ参入マッチでは、大阪府警察、松田ブルーズーマーズ2に連勝して1位となり、ジャパンラグビートップチャレンジリーグへの昇格が決定した。 2017年、ヘッドコーチに、小村厚志が就任し、松原雄二や、ジェームス・カマナラが対談したものの、韓国代表の剣ただし、アカらが加入。トップチャレンジリーグは、ファーストステージでは2勝4敗1分で5位にとなり、セカンドステージは、海リーグとなる、B グループに入った。そして B グループでは1勝2敗で3位に終わり、リーグ戦7位となり3地域チャレンジの2位チームとの、 入れ替え戦に回ったが、大阪府警察を破って、トップチャレンジリーグ残留を果たした。2018年、監督に、GM 兼任で、桜川義彦が就任し、チームの首相に、小野光大が就任。ホラニリューシオアペラトゥーや、マオリオールブラックスのコディレイラ総勢20名加入。一方で、伊藤剛志進が引退して、首相の須田谷総や巨岳氏ら総勢19名が、 対談した。トップチャレンジリーグは、ファーストステージ最終節で、ホーム、カマイ州住居復興スタジアムで昇格チームの、栗田工業ウォーターがイに勝てば上位グループとなる、A グループに入れる試合で12から40と完敗を、岸に勝5敗で2年連続5位となり B グループ入り、B グループでは1勝2敗で3位に終わり、2年連続リーグ戦7位となり3地域チャレンジの2位との入れ替え戦に回ったが、 中部電力ラグビー部を破って、トップチャレンジリーグ残留を果たした。K26 回、歴代最多、歴代第2位は、神戸成功コベルコスティーラーズの K22 回。東日本社会人リーグでの成績。太とは、今年からの新加入選手は、釜石シーウェイブス時代にも、選手として在籍した選手。太とは、元日本代表選手。ふとは、 ラグビーユニオンの代表に選出されたことのある選手以下は公式サイトにて確認されるスポンサーの一覧である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。